どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはジャストサイノカワラ。メイドにある供養の一つ、サイノカワラごっこができるワールドです。ワールドに入ると近くにはプレイガイドが書かれたパネルがあります。その隣にはサイノカワラについての説明書きがされています。細かく書かれているので勉強にもなったりしますね。肝心の遊び方ですが、落ちている石をひたすら積むだけです。石は重力があるので積み方が悪いと勝手に崩れます。注意しましょう。で、ある程度積んでいったのを確認したら、こんな感じで鬼役の人はおもむろに積んだ石を崩してやりましょう。苦労して積んでいた石が崩れる様はまさしくトローですね。ちなみに鬼役の人が持つ棍棒とかは遊び方の隣に置いてあります。天眼もいくつか置いてあるので子供役を演じることもできたりします。っていう感じで、ひたすら石を積んだら崩して遊ぶという感じのクエスト対応ワールドとなっています。あくまでごっこ遊びなのでワールドの雰囲気はないですが、特に驚き要素はありません。延々と石を積んで延々と崩す、そんな感じでひたすら遊べます。まさしく言葉の通り、いくらやっても無駄という無情感が味わえます。っていう感じでひたすら石を積んだら崩して遊ぶという感じのクエスト対応ワールドとなっています。